しゃあ、早いわ。もう届いた。最高。じゃじゃじゃーん。このレンズ持っときゃ、もうマジで万能。よっしゃ、来た。治った。はい、ひじじ、どうも、さぐわでーす。というわけで、なんか動画アップしたら、コメント欄で、さぐわめっちゃ、なんか丸くなったとか、太ったみたいなコメントめっちゃ多かったんで、超久しぶりに体重計乗りたいと思います。ゆうかちゃんのだから、俺乗ったらあれなんじゃね、なんかスマホとか今行くでしょデータ。まあいっか、それを消してもらおう。俺多分最後に乗った時53キロとかだったと思うんだよね。よっしゃ、乗ってみます。怖い。え、うわ、マジか。うわ、62キロある。10キロ、10キロも増えてるわ、体重。いや、まあまあまあ、そうだよね。嘘でしょ、俺60キロなかったんだよ。考えたら、まあそれは太るよなっていう生活してるわ。さっき乗ったんだけども、うん、何キロだったと思う？え、リアルに言っていい？いいよ。56。いいね、56ですね。え、まあ、カメラ持ってるから1キロぐらい重くなってるけど。え、じゃあ2個持つ。10キロ太ったね。そうなんですよ。10キロも太ったん？10キロも太っちゃいました。10キロ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 才能ある。才能？10キロ太るが才能。ドゥン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 チュ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 。初めて、人生初60代。52キロやったでしょ。そうだよ。いっぱい踊ったらいいんだね、家で。イエーイ、うちに棚が届きました。アトムちゃん、ミルクっぽいマーティーニドッグ。これやばくない？結構いい感じじゃない？遠くから見たらこんな感じ。うわ、ちょっとごちゃごちゃしてんな。なんかここにもう一個絵とかスケボーとか飾ろうかなとは思うけど。じゃじゃーん、ケーキ。いただきます。練乳クリームのタルトだって。いや、結局さ、知ってるワイフを見て、その次イテミョンクラスもうハマって、もう今更だけどね、正直ハマるの。パクセオイ、パクセロリ、パクセオイさ、パクセロイな、パクセオイさ、いつ見てもさ、何年後に行こうとさ、髪型変わんないのめっちゃウケるんだけど。けどいるよね、そういうやつ。いつ会っても髪型変わんないやつ。いや、俺の同級生にもいるんだよ。あの、中学校の頃坊主だったの、野球部で。で、今成人して20歳で22じゃん。また坊主のやついるんだよ。イエーイ、ルイボスティー。てか、マジ痩せないとな。なんか痩せないとなって言いながらこれ食ってんの、マジ意味わかんないけど。10キロってそう簡単に増えるもんじゃないでしょ。痩せんのも大変だけど、太んのも大変で。10キロ、え、そうなの？10キロって太んの大変なの？うわ、やってるわ、マジで。どうしたらいいかな。まず食い物を食う回数を減らそう。あと夜中にお菓子ダメ。じゃ、ルール決めるわ。夜中のお菓子をまず禁止する。なるべくサラダとか取る。あと運動だよね。さすがに10キロは恥ずかしいわ。そりゃ太ったよねって言われるし、モテなさそう。痩せてる方がモテるっしょ。ゆうかちゃん、どうやって痩せてたの今まで。お酒やめてよ。お酒やめる派。グルテンフリー。グルテンフリー出た。グルテンフリー、そんな効果あんの？グルテンフリーって。めっちゃ痩せる。マジさ、今日こっから1週間頑張ってさ、どんぐらい痩せれるかって言ったら10キロ落とせると思う？無理よ。何キロまでいけると思う？3キロ。1週間で俺3キロ落とします。マジ頑張るわ。なんで1週間後皆さんにまた報告しますね。3キロぐらいいけるっしょ、マジで。だからさ、俺今まで経験したことないの。ダイエットしててさ、最初落ちたのにもう落ちなくなってきたみたいな、この感覚わかんないから、俺もその領域に行きます。待っててください。領域に行きたいものじゃないやん。けど絶対行くでしょ。今まで俺経験したことなかったもん。5キロぐらいで停滞する。なんで皆さんのダイエット方法教えてください。はい、じゃあそろそろ動画終わります。今日の動画の当選者はこの人、おめでとうございます。この動画も、プレゼント企画やってますんで、よかったらメンションよろしくお願いします。じゃあまた動画撮ります。バイバーイ。